バーデンライン線はバーデンビュルテンベルク州マンハイムとラシタットを結ぶ主要鉄道路線である。過去にこの路線はフランスのグランテスト地域圏のアグノーまで連結された。バーデンライン線はライン地交代のうちを貫通する。線路はほとんど直線で巨大な人工的な構造物がない。マンハイム南からノイルスハイムまで列車はラインネッカー郡をハクスフェルトまでは カールスルーエ軍を通過し、その後カールスルーエへ侵入する。バシャイで信号車の付近からラシュタット駅まではラシュタット軍に属する。バーデン本線開通の時、ライン川流域にあるシュベッツンゲンとホッケンハイム地域は鉄道から西側に離れていた。マンハイム市にはこの地域を直接に連結する鉄道が必要だった。南側の経路に関連して激しい論議があった。 バーデン大公のフリードリヒ一世は、リンケンハイム、エゲンシュタイン、ノイロイトを経て、カールスルーエ・ミュールブルク門駅に続き、マクスアウセンと共に、カールスルーエ中央駅に至る、鉄道線の案を出した。一方、カールスルーエ市の東側に鉄道をお回させて、ハイデルベルク・カールスルーエ間路線と連結する、法案も模索された。1870年8月、マンハイム種別因・シュベツンゲン、 グラベンノイドルフ・エゲンシュタイン・カールスルーエ館がマンハイム市の建設費で完成され、開通日にバーデンクニユー鉄道に引き渡された。プロイセン参謀本部は、フランスとの軍事的な対立を考慮し、グラベンノイドルフ・カールスルーエラ・ラシュタット・ロエシュボーグ、アグノー区間の新線の建設を要求した。1895年この新線は、カールスルーエ貨物線と共に開通された。 新しいカールスルーエラ・シュタット間は、既存区間より短いので、ライン鉄道の列車はこちらを通行し始めた。そして、スタンブル・ラ・シュタット間は、軍事的、戦略的な目的で利用された。一方、既存のグラベンノイドルフ・エゲンシュタイン、カールスルーエ間は、ハート線として分離された。第二次世界大戦が終わった後、バーデンライン線は電化されて、 収益性がない停車場は次々に廃止された。バーベンライン線の多い交通量を分散するために、マンハイム・シュトットガルト高速線の建設計画では、ホッケンハイム・グラベンノイドルフ間の接続も含まれた。この過程で、ホッケンハイム駅とノイルス・ハイム駅が移転された。グラベンノイドルフ・カールスルーエ間には1987年11月から運行速度が 時速 200km まで向上された。1989年の初めに、ブロック信号のポジションを変更し、連続列車制御装置を設置するための工事がグラベン、イコールのイドルフ・カールスリュエ館に始まった。同時に9カ所の踏切が取り除かれた。1994年以来、カールスリュエラ・シタット間にアルプタール交通会社の路面電車が1時間間隔で運行されている。 2000年以来快速列車がカールスルーエ中央駅を出発しこの路線を経てマインツ中央駅まで走っている。2002年から S41 系統が導入され、カールスルーエラシタット間の列車運行間隔が昼には20あるいは40分になった。2017年 S41 系統は S8 系統に変更された。1895年グラベノイドルフ。 カールスルーエ間の新線が開通された以来、ハート線はバーデンライン線の支線として高騰された。1913年カールスルーエ中央駅の移転と、共にカールスルーエ市と当時のノイロイト市内の経路は変更され、エゲンシュタイン駅とビンデンカールスルーエ線のミュールブルク駅が連結された。ハート線の列車は移設された線路を通じて、新しいカールスルーエ中央駅に至ることができた。 1950年代から乗客数が減少し、旅客運送は1967年5月28日中止された。その後、グラーベン・ノイドルフ・カールスルーエ各研究センターの分岐点区間は撤去された。ただし、貨物列車は研究センター、またはアメリカ軍基地ミュルブルクへ機関に運行された。1975年のイロイトがカールスルーエに編入された後、 町の発達に伴って既存の鉄路を路面電車の運行用あたりに活用する法案も出た。そのためにアバグはドイツ連邦鉄道と長期間難しく交渉して1977年12月23日の色々との貨物船の共同使用を与える内容の契約を結んだ。1979年10月5日アグフスタット バーンの A 系統がノイロイトまで延長された。ノイロイトキルヒフェルとベルシュノイロイト外観はハート線と重なることになった。1985年11月から1986年12月までハート新線のノイロイトレオポルズハーフェン区間の延長工事が行われた。エゲンシュタイン区間は既存線路を従って続くが、レオポルズハーフェンでは新線は街を貫通する。 一方、レオポルズハーフェン区間の急線は1997年5月、公式的に廃止された。1989年6月3日ハート線は、ホッホシテッテンまで延長された。マンハイムからカールスルーへまで運行される、アイス及び IC 列車は、モルツァウ分岐点から、バーデンライン線を経由するが、途中で停車しない。その特急列車はバーゼルあるいは、 ストラスブール方面に向かう。貨物列車の運行頻度もこの路線には高い。マンハイム・カールスルュエ館には普通列車が主な地域輸送の手段であり、バグホイゼルまでは30分間隔で運行される。マインツ・カールスルュエ館の快速列車は、グラーベン・ノイドルフ・カールスルュエ館を経由するが、中間の駅では停車しない。マンハイムのウイルスハイム間は、ラインネッカー運輸連合の料金システムの 適用区域であり、バクホイゼルラシュタット館は、カールスルーエウンユ連合の管轄下にある。ネウバウ、ウーンとオース・ボーストレコン、イン、ダイ・バンデス・バーン、JG66、ナンバー、1、1990、一瞬0007から5876、S8287、ジャレス・ラック・ブリック1988、イン、ダイ・バンデス・バーン、1、1989、 S62 ラインネッカー運輸連合の鉄道路線 VRN の資料カールスルーエ運輸連合の鉄道路線 KVV の資料ありがとうございます